月曜日夕方の4時ぐらいですかね速報という形でニュースが入ってきましたけども阪神タイガースの藤川球児選手が引退を表明と今期限りというところでね情報が入ってきましたけどもまだね今シーズン今も9月中の復帰を目指してしっかりリハビリしながら頑張っているというところでねなんとか最後まで えー、頑張ってもらいたいなっていいたなとう思いとね最後の藤川球児選手の優勝ですね、えー、見たいなっていう思いはありますけども、まあ、この発表を受けて佐々木自身が経験したこと、えー、思うこと、えー、っていうところをですね、まあ、ちょっと、えー、語りたいなと、えー、思います、えー。ということで、まあまあ、今期2020年限りで引退というところで20年1998年ドラフト99年からですが20年今日、まあ、プロ野球界で、えー、の最前線で 中心的役割、日本プロ野球の、ねまあ、トップとして、えー、頑張ってきたというところは本当に敬意を払いますし、えー、本当に素晴らしい功績を、ねえー、成し遂げてきたなと、まあ、ちなみにです、ね、1998年ドラフトということで,です、ねえー、里崎となんと同じドラフトというね、まあ、藤川選手は、ね、あの松坂世代と言われる中で、えー、高校卒業でコ、えーチから、ねえー、ドラフト1位で阪神タイガースに入団と。 佐々木は大卒で千葉ロッテに入団というところで、まあ、同じ同期入団ではありますけども、まあ、藤川投手で言えばね最初は先発していましたけども2004年かなコーチの指導でホームチェンジとか先発から中継ぎ転向っていうところがいい形になって。30 20 イニング20試合後半ぐらい31人ぐらいで、えー、2004年はねしっかり中継ぎとして結果を出して、えー、2005年からはね、まあ、皆さんご存知の通り JFK の一員としてもいきなり80試合登板ぐらいかな。 もう火の,の玉ストレートでね中心的役割で、まあ、そこからはもう皆さんご存知の通りですね、えー、メジャーに挑戦したりとかですね一、まあ、あ回日本を帰ってきて独立リーグを経てもう一回阪神に復帰したり本当にまあ素晴らしい、えー、功績だなという思いはありますけども、まあ、まず一番ね対戦しててね思うことはです、ね、もうあのストレートはねあのそのパ・リーグで交流戦だけしか戦わなくて打てるものじゃないっていうね。 あの矢野さんがね、まあ、打席に入ったら分からないですけどあの映像とか見てると矢野さんがいつもちょっと中腰でね胸ぐらいところに構えてあの高めのストレートを投げ込んでいくっていうねほ、まあ、本当にあのストレートを待っててもストレートが打てないっていうひょっとしたら無にかも分かんない、えー、と今まで僕がいろんな経験上、まあ、ストレートの速いピッチャーねダルビッシュとか松坂もいましたし外国、まあ、人投手なんかもねたくさん、えー、速いピッチャー見てきましたけどもで対戦した中でストレートを待ってて。 ストレートが芯に当たらないっていうのは球時だけだったかも分かんないですね。それぐらいい本当に早いとだからもうあの見てから振ったんで遅いっていうね。 ほぼ勘でだいたい投げてここぐらいの軌道に来るんじゃないのかっていうところで、まあ、振りに行くっていう形じゃないとなかなかストレートが、まあ、対応できない振り遅れるとまあそれでもねあの早めに判断するがために高めに来た球をねバットが止まらないで空振りしていくっていうね柄野、まあ、さんが高めに構えた策の,のままね、まあ、打ち損じてしまうっていうところで、まあ、なかなかあの厳しい戦いだからもうタイガースとするときはもう先発投手をなんとか打ち崩して JFK ジェフ えー、藤川久保田が出てくる前に終わらせなきゃっていうねそこまで引っ張られるとちょっとやられちゃうよっていう雰囲気の中で,ですねなんとかしたいっていう思いで交流戦とかね日本シリーズ、えー、戦ってた記憶も、えー、ありますしあとあの2006年ね WBC、えー、そして2008年オリンピックのね予選とかも行きましたけどもあの本当にもう球種はねまっすぐとカーブとフォークしか、まあ、サインもなくてですね、まあ、まあそれぐらいでいいやろうと思いながらっていうところでねまあ ななかなか、ね、あの球児のいいところをキャッチャーとして、ね、引き出してやれなかったかなという思いもありますけど、ねまあ、WBC では、ね、最後あの A ロットに、ね、インコース詰まりながらちょっとアンラッキーで、ね、コースヒットというところでさよなら 打たれたれりもしてシンプルが上に、まあ、なかなかどうやってリードをするのがいいかっていうねちょっとまっすぐで頼りがちっていうところがねちょっとあの代表とかの単発的なところでは難しかったなっていう印象もありますし、まあ、ブルペンとかでね受けた時にいやこの勢いのストレートはなかなか打てないぞっていうねでしかも腕振ってフォーク投げてきてあの緩急のカーブとかねいやこの3つの球種って一級品だなって思いながら、えー、代表の日の丸でブルペンで受けたとかね試合で受けたっていうね、まあ、記憶はねもう十 uh <laughs> 4年ぐらい前になりますけどなんか鮮明に、えー、覚えてるなっていうところもありますし、まあ、僕の考えで言うとワ、まあ、ンピッチャーストレートドーンって投げていくワンピッチャーっていうのはもうそのストレートの、えー、キレスピード感がなくなった時に小手先に頼って勝負できないと、えー、引退するのは早くなるっていう固定概念があったんですけども、まあ、藤川球児投手はですね、まあ、そのストレートのスピードがね全盛期に比べるともう落ちたとしてもそこからフォークとかハーブ変化球を巧みに使って 剛腕で言ってたところをね10ねそういう変化とか緩急とかでも勝負できるようにあのメジャーからね帰ってきた時にはその変化をできたっていうのは本当に、えー、素晴らしい。 えー、僕自身の固定概念を覆す投球、えー、スタイルに生まれ変わったっていうのは本当に素晴らしいですし、まあ、本人の努力もあったと思いますけども5番だけではなく器用さなども取り合わせたピッチャーだったんだなと改めて感じましたし、まあ、NPB だけでいうと、まあ、今期の数字を入れると若干上がりますけども通算防御率がもうほぼ2点台2.02ぐらいだったかな去年までが。で今年入れるとちょっと上がるかもわかんないですけどもうそれこそね2点台前半という本当にリリーフ。 守護神としては素晴らしい、えー、記録ではありますし何と言ってもね245セーブとあと5個のセーブで250セーブ名球会入りねするっていうところでまあなんとか焦らすつもりもないしね過度な負担をかけるつもりはないですけどもやはり、まあ、同期入団そして阪神ファンタイガースの皆さんとかね藤川球児ファンの皆さんはですねやっぱりここはねなんとか250セーブをしてですねまあ 大魔神佐々木さんそして高須さん、えー、そして岩瀬さんから守護神では3人のね迷宮会入りの選手が、えー、いると思いますけれどもその選手にね肩を並べて、えー、迷宮会にね入ってもらいたいなと、まあ、それぐらいね功績出してきたっていうね、えー、選手でもありますしねでなんとニュースで報道ありましたけど松坂世代でね、まあ、なんと迷宮会入りした選手はまだゼロというところでね、まあ、藤川選手はここは先頭を切ってですね250セーブ。 あと5生物からね、まあ、こうなってくるとね、まあ、なんとか本当に差し上げたいなっていう思いもありますし、まあ、本人のね頑張りっていうところもね大変な中ですけどねある。 かも分かりませんけどまあ、本人のコメントではねもうなかなか体がついてこないというところでねさすがに今年40歳ですかね僕の4つ下ですからそういったところになってくるとまあ、僕が引退した時もそうですしまあ、同じね天秤で測るまああれですけどもやはり気力は藤川選手もまだ気力はあると思うんですよねでもまだ体力的にね、なかなかついてきてくれないと、えー、あちらこちらがね痛みが出たりとか思うような投球できなくなったりとかでそれを思うねその技術、えー、プレイっていうのを 出すためには。 ハーードワークをしななきゃいけないけでもハードワークをしすぎるとまたそれが故障につながっていくっていうねまあ誰しのももが通るところですけどまあベテランになればなるほどそういったところがね通っていくことによってまああの自分自身の心と体のねバランスが崩れていくっていうところでですね、まあ、昨年もねなんか代表の話で言うと昨年もそういうねあの引退の申し出があったみたいですけどまあ今年1年頑張ってっていうところでねまあ最後ね本人ね頑張ってきたと思いますけどもまあこのコロナ禍の中ね開幕 伸びたりとか、まあ、ちょっとベテランにはね本当に難しい調整しにくいシーズンだったと思いますけどもねまあなんとかここまで頑張ってきてっていうところでね、まあ、最後これ以上はっていうところだったと思いますけどもまあでもですねまだシーズンでいうと約半分ぐらい、えー、ありますしなんとかねあと5セーブしてまあ無理のない範囲でねっていうところもありますけども頑張ってもらいたいなと、えー、必ずね最後の雄姿で復活してねまあ敵ですけどねあの甲子園であのリンドバーグの 登場曲が流れるとあのプレッシャーと威圧感しかねあのなんか優しいメロディーで威圧感がねある球児が出てくるのもねかなりプレッシャーありましたけどまだあの、ね、甲子園球場の大観衆の中で「えー、西武ステーション」でねあのリンドバーグの登場曲が、えー、流れてねリリーフカーに乗って出てくる姿っていうのをねもう一回見たいなっていうところもありますよねねねねままあ、まだだ、ねまあ、お疲れ様には、えー、早いかも分かももりりせんけども、ね、残りのの、ね、球球児野人生、えーま、だ解説ね。 できる日があれば楽ししし、みにしてますし球場でねその勇姿が見れるまでね、まあ、静かに待ちながらですね、えー、時を過ごしたいなと思います。ということで以上、えー、藤川球児選手引退発表でですね、えー、佐々木智也が思うこと、えー、語れることでした。